国宝級イケメンと言われるほどかっこいい山下智久、山下智久さん。眉毛の仕草、髭の姿、すっぴん、どれもファンからの注目が集まります。出演したドラマでの露骨な美肌に CG の噂が広がりましたがどうなのでしょうか。役作りのための脱毛や骨格についてお伝えしていきます。山下智久のプロフィール、愛称、ヤマティー、本名、山下智久、生年月日、1985年4月9日、身長、175センチメートル、血液型、A 型。最終学歴、明治大学商学部、所属事務所、ハイホープエンターテインメント、牧師、山下智久の眉毛の仕草がかっこいい。山下智久の髭姿にファンが悶絶。山下智久のすっぴんにニキビが。山下智久の美肌は CG という噂。山下智久が役作りのために脱毛。山下智久の美しい骨格。山下智久の眉毛の仕草がかっこいい。以前はジャニーズ事務所に所属し、独立してからも圧倒的なかっこよさで大人気の山下さん。最近ではグローバルに活動されていますね。そんな山下さんといえば、顔のパーツのどこをどう切り取っても、かっこいい、の塊ですが、その中でも、眉毛、に注目が集まっています。眉毛、が注目されるというのはどういうことなのでしょうか。眉毛の形も以前と比べて大きく変わったという印象はありません。では、ファンが注目する山下さんの眉毛とは何を指しているのでしょうか。これは山下さんの仕草の一部、一瞬の眉毛の動きのことだったのです。何かをするときに動く眉毛がかっこいいとファンの間で話題に。自身でインスタグラムなどの SNS を開設して、写真や動画、ライブなどを投稿するようになった山下さん。今まで以上に山下さんとファンとの距離が縮まりファンサービス満載で大好評です。そんな中、動画を見たファンからの声ではウインクをするときに一緒にピクッと動く眉毛がかっこいいなどツイッターでつぶやく人も続出しました。山下智久の眉毛ピクッとウインクで落ちない女はいないんよ pic.twitter.com/4sWDNDFDVW ときめきこ、アットときめきした、マーチ6、2021。困った時に眉毛を触る仕草にも注目が集まります。困ると眉毛描いてしまうヤマティーは今日もいた、わら、シャープ仰天ニュース、シャープ山下智久、pic.twitter.com/w6fcac8rj。ももぴー、アットマークももぴー、アンダーバー0409、メイゴ、2020。眉毛動かしてからの、いつもの片目つぶりかけてる笑顔キャー、スリーピーズの、というか私の、好きな部分が詰まってるハートシャープ山下智久シャープかいまゆーくシーピック .twitter.com/ubl7kgzn。リサ、アットスウィート、アンダーバー TM49P、ジュライ8、2018。山下さんが眉毛を動かしたり、触れたりするのは以前からの癖のようでファンの間では有名な仕草のようです。何をしても絵になってしまう動く芸術作品のような山下さん。一挙手一投足に注目が集まるのも人気俳優としての宿命なのでしょうね。山下智久の髭姿にファンが悶絶。どの角度から見ても痺れるほどかっこいい。国宝級のイケメンの山下さん。2019年から始めた自身のインスタグラムのフォロワー数500万人超えです。山下さんが投稿するたびに寄せられるいいねの数は50万件。人気の高さ、注目度の高さが感じられますね。2022年8月9日に投稿されたインスタグラムではいつもの山下さんのようで、実はいつもと少しだけ違う部分があり大反響を呼びました。
投稿されたインスタグラムは山下さんが撮影で訪れているヨーロッパで撮られた動画。ヨーロッパに来ていることの報告と白夜を楽しんでいる動画なのですが、山下さんのお顔にうっすらヒゲが生えているのです。それを見たファンは見慣れないヒゲの生えている山下さんの姿に大興奮。この投稿に、おひげのちょいワイルドヤマピーかっこよ、ヤマピーの元気なお顔が見れてとても嬉しいです、素敵、かっこいい、などの声が寄せられている。引用元、山下智久、37歳現在の姿。うっすら不精ひげのオフショに、かっこよ、ちょいワイルド、と反響、スポーツ報知。ひげが、かっこいい、というだけでネットニュースにもなってしまう山下さん。あまりの反響の大きさにファンへのサービス精神旺盛な山下さんは2023年1月20日のインスタグラムでもヒゲのある写真を投稿しています。山下さんは鼻だけ日焼けしたことをファンに報告していますが、やはり注目はヒゲに集まりました。前回よりもヒゲが少し長いせいか、ほとんどが高評価のコメントでしたが、一部いつもの山下さんの方がいいという声もありました。ヒゲあり、ヒゲなし、どちらがかっこよく見えるでしょうか。ダンディーな山下さんかも目が離せませんね。山下智久のすっぴんにニキビが、日本だけではなく海外での仕事も増えている山下さん。海外滞在中にインスタグラムをアップすることも多いですね。そんな山下さんは日頃からスキンケアにも気を使っているとは思われますが、スタッフが毎日に少し肌が揺らいだのかニキビができてしまったようです。インスタグラムにすっぴんの写真を投稿したのは、2020年12月13日。カナダに映画、マンフロムトロントの撮影中のために滞在している時でした。その日はギターを弾いている動画や写真をアップしていましたが、ニキビの治療のためにニキビパッチを貼っている姿も同時に3枚目の写真で公開しています。そのすっぴんニキビ姿の山下さんにすかさずファンたちは反応。人類の奇跡ヤマピーがニキビパッチ貼ってて、生きてる訴えるような顔訴えるような顔ピック .twitter.com/dekjake74i。ボウフ、アットネコアンダーバーラ248、December 13, 2020。ニキビパッチしてるヤマピー可愛すぎてハートハート。お揃いのヘアクリップを注文してしまいましたお祝いを祝い。幸せです赤いハートシャープ山下智久ピック .twitter.com/tmfdhelts27@sweetie_7December13, 2020。肌にニキビができてもファンはニキビさえも愛おしいようです。確かにニキビなんて気にならないほどかっこいいですね。その後も肌トラブルがあっても構わずすっぴん肌を披露してくれる山下さん。ヤマピーインスタありがとうハートの笑顔。珍しくおでこにまでニキビができてるね嬉し泣き。ヤマピーが作ってくれたご飯食べれたらずっと元気でいられるねキラキラシャープ山下智久インスタグラムシャープ山下智久もさや鍵盤紫のハートアットさやアンダーバーさや29セプテンバー12、2021。日に焼けてるんねエプロン男子ハートニキビもみっけ笑い転げる学び続けるヤマピーさすがキラキラ体調気をつけてーハート日本から愛を送るシャープ山下智久インスタグラムシャープ山下智久ふうアットアンダースワイセプテンバー12、2021。完璧な状態ではない時の姿も見せてくれる山下さん。遠いところにいるスターを身近に感じさせてくれるファンサービスに好感が持てますよね。すっぴんがすべすべじゃないところが逆に親近感が湧いてしまいます。山下智久の美肌は CG という噂。
山下さんはどこから見ても美しいお顔をしていますが、あるドラマ出演の際にあまりにも不自然なほどの美肌に CG 合成が噂されました。そのドラマは2022年に放映された NHK 正直不動産。山下さんは主演の営業マン役で、あることがきっかけで嘘がつけなくなってしまった正直すぎる不動産屋さんを演じていています。原作が漫画ということもあり、内容がかなり面白いと話題にもなりましたが、同時に山下さんの不自然すぎる美肌にも注目が集まりました。ヤマピーの肌にずっと加工処理入ってるね。なんでこんな不自然なことするんだろ考える顔シャープ正直不動産シャープ NHK シャープ山下智久ピック .twitter.com スラッシュ D43C7km5E9 バカちゃん相互フォロー 100% アットフォロバ 100% アットイラマーナアンル2メイジュ2022正直不動産ヤマピーの顔と肌が綺麗すぎてビビるpic.twitter.com スラッシュ iswisviewnjz 全助犬の顔アットココドカボイジューン14/2022ツルンツルンのお肌に見えますよね。表情が変わってもシワも全く出ないのは不自然すぎますよね。桜ついに発表、桜、嘘がつけないあの男が帰ってくる、シャープ正直不動産スペシャル2023年度冬放送予定。家続編制作記念家、待てないあなたに、シーズン1をギュギュッと、濃縮してお届け、シャープ正直不動産、シャープ山下智久、シャープ福原遥http://t.co/cadle3lwattlepic.twitter.com/y8wd3ptbhv NHK ドラマ、アット NHK アンダーバードラマス、February 28, 2023。正直不動産を撮影していた時期に山下さんが投稿したインスタと比べてみましょう。メイクはかなりしていますが、ドラマで見るほどの不自然さは感じられませんよね。なぜそこまで陶器肌のような加工が必要だったのか謎だけが残ります。ヤマピーの肌綺麗すぎてずっと違和感あったけど絶対フィルターかかってるわ。シャープ正直不動産 pic.twitter.com/zhx7kvuejo。アキラ、アットマーク MFZ アンダーバーリー、May 11, 2022。続編が2023年の冬に放送されますが、そこでも加工されているのか注目してみましょう。山下智久が役作りのために脱毛。役作りのために、語学を習得したり、体を鍛えたり、減量をしたりとストイックな役作りをすることでも有名な山下さん。身はもっと細かいところまで役作りをしていました。それは、2019年に出演した中国映画、サイバーミッションでのことです。山下さんは今まで演じたことのない悪役に挑戦。気味の悪さを少しでも出せるようにと体毛を剃り、6kg の減量をしたと言います。体毛を剃ったことを聞いた共演の元スーパージュニアのメンバーハンギョンさんも驚いたそうです。サイバーミッション初日舞台挨拶13時。ヤマピー、この映画のために 6kg 減量したのと、あと体毛を剃りました。少しでも気味の悪い感じを出せないかなと。誓い、全身剃られたんですか。ヤマピー、そういうことにしときますね。自分でこうやって吸ったんですよと膝元を剃るジェスチャーするヤマピー、アスタリスク草バックコート。山下さんの体毛が濃いイメージは全くありませんが、細部までのこだわりを聞いて本気度を感じますね。山下智久の美しい骨格。山下さんといえば、顔面偏差値の高さにまず目が行きますがスタイルも抜群ですよね。全身が完璧にかっこいい。
身長が175センチメートルとそこまで高いわけではありませんが、顔が小さく足が長い旧頭身のせいか、背がもっと高いようにも見えますよね。歪みがなくまっすぐな骨格に筋肉を程よく鍛えていてバランスが絶妙。自粛中もトレーニングを続けている様子などをインスタグラムにアップしてファンを沸かせていました。美しくあり続ける努力もファンに共有する山下さんから今後も目が離せませんね。